日本大学日本大学小学部大学院小学研究科小学部校門日本大学小学部は商業学科、経営学科、会計学科の全産学科を要し教育、研究する大学の学部である。また、小学研究科は、小学の理論及び応用を教育、研究する大学院の研究科である。三崎町にある経済学部から、 分離独立する形で小学部が設立された。1957年に経済学部商業学科が小学部商業学科として独立し、1963年には元気ぬた校舎へ分離独立した。東京都世田谷区木ぬたはウルトラマンの街として知られ、小学部キャンパスも新東方撮影所跡地に開設された。キャンパスは2009年の講義に続き、 21世紀における学びと創造の場、滞留時間の長いキャンパスをコンセプトにした、校舎、体育館が胸が2011年に完成した。小科小学部小科小経学部、経済学部経営学科、経済学部商業学科小学部と変遷している。旧小経学部校舎以下が小学部の主なカリキュラムである。日大小学部には、 学生の希望に応じた半年から一年といった長期留学プログラム、休み期間を利用した短期の語学研修プログラムが用意されている。対象国はアメリカ、オーストラリア、フランスなど多岐にわたり、学生たちの語学力の向上、異文化の交流、体験に大きな役割を果たしている。以下が小学部における取得可能な教員免許状である。 日本大学大学院小学研究科は、1960年に小学部に設置された。現在、小学専攻、経営学専攻、会計学専攻の3つの専攻を設けている。修士課程、博士課程という用語は使わず、博士前期課程、博士後期課程として、課程を設けている。博士前期課程は2年以上在籍し、最長在学年数は4年まで。 博士後期課程は3年以上在籍し、最長在学年数は6年までと定められている。博士前期課程を修了した者には、修士を、博士後期課程を修了した者には、博士をそれぞれ授与される。1998年から、博士前期課程に、ビジネスコースを開設したが、2008年より、コース編成再検討と称し、募集停止している。 学園祭として、毎年秋に、ムタ祭りを開催している。小学部キャンパスハット AB 日本大学小学部100年史、編纂委員会、日本大学小学部100年史2004年、122から130ページ、進行者紹介。小学部。 http://www.bus.nihon-u.ac.jp スラッシュコマーシャルスラッシュ newscholhouse スラッシュ index.html2015 年11月21日閲覧2011年9月新3号館と新体育館棟が完成カリキュラムの特徴小学部 h t t p w w w b u s n i h o n u a c j p c o m m e r c i a l c ラ r i c u l u m i n d e x h t m l 2 0 <coupon behavi> <begun> 1 5年 <リ lly> <gehört> <horrible> 11月21日閲覧。教職課程。小学部。 http://www.bus.nihon-u.ac.jp://commercial/.teacher.trainig.html2015 n 年11月21日閲覧。カリキュラム博士前期課程、博士後期課程。小学部。 http://www.bus.nihon-u.ac.jp コロンススララッッシシュュスラッシュグラデュエートスクールカリキュラム HTML 2015年11月21日閲覧ありがとうございます